8月6日日曜日、全国の天気お伝えします。沖縄や奄美地方は引き続き台風6号の影響に警戒をしてください。またその他広く厳しい暑さが継続します。南西諸島では台風6号の影響で引き続き荒れた天気、大雨や暴風、高波などに警戒をしてください。その他、九州地方から関東地方北部にかけては日差しが届いてもにわか雨に注意が必要です。また太平洋側は雨が降りやすいお天気、ざっと雷を伴って強く降る恐れもありますので、雨の降り方に注意をしてください。北海道は前線の影響で雨が降りやすいお天気です。道路冠水や河川の増水などにもご注意ください。また気温見ていきますと、日本海側を中心に35度以上の猛暑日となるところがあります。しっかりと各地熱中症対策をしてお過ごしください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからもご確認いただけます。